皆さんこんにちは、猫ニラでございます。ですね、また4クレ、はい、開けていきます。で、前回の開封動画、まあ、こういう順番で出てきましたけど、これの続きの配列なので、まあカードビルダーが何でしょう、こう WCCF とかね、ああいうゲームみたいに配列があって、どのレアの後にはこれが来るみたいなのを読めるのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ一応メモ していきながら開封していければなと思ってます。1クレ目はリゼル、アンコモンですね。いきなり、お、これはちょっと使いたいな。これユニコーンですよね、確かね。はい、ユニコーン、リゼル、これは使いやすいんじゃないですか。地上と宇宙両方いけるし、コスト150、これもいいですね。あれですか、こう昇級しないと上限コストって上がらないんですか。そもそも上限コストって上がらない、上がらないわけないよね。昇級すれば上がるのかな。昇級するにはやっぱオンライン対戦が必要なんですかね。まだオンライン対戦2回しかやってないんですよ、僕。2クレ目、あ懐かしい、アッシマですね。このインターセプターっていうのを見ると攻殻機動隊を思い出しちゃうんですけど、僕はアッシマ。3クレ目、コスト上がらないときついですよね、サブデッキ組むのも。3クレ目は誰だ、ダリル、これもユニコーンですね。まあ、ジェスタは使わないかな。はい、4クレ目、ないか、光物、ガンキャノンはでもコモンか、アンコモンだ、アンコモンですね。これもでも使いやすいんじゃないですかね、多分使いやすそう。はい、まあ、コモン級はね、多分割と使うと思うんですよね、サブデッキとかでも。まあちょっと僕素人なんで本当わからないんですけど。というわけで今回はアンコモン2枚のコモン2枚。はい、またね、4クレ開けていきます。で、またこれの後にそのまま蹴ってる4クレがあるんですよ。はい、これを次回は開けていこうと思います。またお会いしましょう。さよなら。